番線木更津という町に来てきた。駅前にドーンとそびえるビルは人影も少なく、ビルの外にダダ漏れしている FM 放送の音は寂れた町を象徴するかのよう。駅前には古ぼけたアーケード、一昔は町おこしのための必須施設、今は寂れた町の象徴。人々はみんな丘の上に行ってしまったから、この町は素通りするだけ。店も何もかも人々を追いかけて丘の上へ。久留里線乗るとこの町が都会に見えるよ。そんな魔法があるものか、などと思いながら、いつの間にかディーゼルカーに乗り込んでいく。駅を出て道路の下をくぐると、もう一面の田んぼ、家、田んぼ、丘を繰り返しながら、いつの間にか農村地帯へ。昔からの町並みに着いた。そこには久留里と書いてあった。ここからは東京行きのバスが来る。だからといってここが都会という雰囲気はない。いにしえの雰囲気が漂う城下町。元来た道を戻る。ひたすらに農村地帯を戻っていく。どこまでもどこまでも続く田園地帯。まもなく終点木更津です。道路の下をくぐると林立するビルの数々。久留里線に乗るとこの街が都会に見えるよ。本当にここは都会だ。東京行きの列車がやってくる。東京行きのバスもやってくる。本当にここは都会だ。おめえさん、今日は何時で帰る？以上です。ありがとうございます。